では藤沢修平の指導小説の短編を朗読します吉田自在門一務は 米沢藩内で一刀流の達人として知られていたのであちこちに剣を指南して歩いていたあちこちといっても検問に出入りしてそれで謝礼をもらっていたわけではない逆に一夢が失政の屋敷に教えに来るよう頼まれて断った話が伝えられている断ることはなかったろうにと 一部の一徹な気象を知っている知人が言った米沢藩は関ヶ原の後百120万石を30万石に削られると5,000人の譜代家臣を解き放つことなくそっくり会津から米沢に移った当然藩は最初から貧しかったが漢文4年に藩主綱勝が急死するという事故があって 六高はさらに半分の十五万石に減った会津時代に比べると領地は八分の一家中の俸禄は六分の一という急暴を迎えたわけであった自在門一部が県を指南して回っていた頃は法暦五年から三年続いた大凶作のあとでことに急暴が甚だしかった時である。 藩は藩内外から首が回らないほど借金をしついにこの後の明和元年には「お蔵元御逼迫御政治相立ちがたく」という理由で幕府に藩度返上の内意を伺うところまで行く「もともと少ない俸禄を毎年のように藩に半分借り上げられる家中は困窮して中級家臣まで内職をした」。 藩が250国未満は「侍組といえども馬の飼育を免じる」「所有の馬は売り払い買って次第」と布告したのもその頃である侍組はその中から家老・侍頭を出す上級家臣でありいわば家臣団の中核であるにもかかわらずこの措置をしたのは 藩内がいかに困窮したかを示すものだろう失勢の頼みを断ったと聞いた知人が「自在門にそう言いその言い方に謝礼があるだろうにもったいない」という意味を響かせたとしても不思議ではない自在門一務もその知人も三淵方と称する下級家診団に属し 暮らしむきはご多分に漏れず貧しかったのである知人は心安立てにさらに言った「紀子はお役やなどによく教えに回っているではないか執政が子どもに剣を習わせたいというのに教えないのはどういうわけかいや教えないと言ったわけではないわしのところにご子息をよこすならお教えしよう」 しかしお屋敷へ伺うのはごめんこうむると申し上げたのだそこがへそ曲がりだのうへそは曲がっておらんと一夢は言ったわしが教えに回っている連中は皆白球のものだどうにかその日の暮らしをしのいでいる連中ばかりよそういう連中に うちに習いにないいい。来と言っても、日産できるわけはないだから例えば剣に志があってもわしが生きでもしなければ一生剣を習わずに終わるかもしれん哀れではないかところが失勢の子どもは遊んでいる身分だ大根一本作るわけではない習いに来るのが当然 だいたい屋敷へ教えに来いというのは剣術を軽んじた言い方だそういうところはわしはすかん一夢はそういうわけでお役屋勤めの菓子たちにせっせと剣を教えに通っていたお役屋というのは国境警備のために設けてある陣屋であるやり 鉄砲を備えて警備に当たると同時にその地方の農政にも関わりまた通販・通船の取り締まりもやる人数も50人前後集めるので板書というよりは小規模な市場といってよかった事実アユカ荒戸、中山、ぬかの目、小国の5か所のお役屋は 米沢藩以前は上代を置いたところである一務は特に米沢城下から二三里の距離にあるぬかの目のお役屋によく県の指南に通った米沢の一刀流は藩士梅沢忠兵衛博道が元禄の頃に江戸で安治岡久能右衛門道綱から学んできたものである安治岡は アジ一刀流を創始しまた居合棒を内容とする一斉流を教えた山雲延心広報の後継者で一斉流は手詰めの術とも称したらしい梅沢はこのアジ岡に居合手詰め、笹井流の常術のそれぞれ免許を受けて米沢に帰り一刀流と称したようである。 この手爪が戦学の筆者にはわからない安治岡の爪は砂森の人樽を五度転じ梅沢忠兵衛の爪は樽が少し浮くばかりだったと言われると余計にわからないご承知の方のご教示を仰ぎたいものである梅沢忠兵衛博道には次のような話が伝わっているある時 二人の人間を腹合わせに帯で縛り、その間に長刀を差し込んだ。次に一瞬の間に刀を抜いたが、二人ともいつ刀が抜かれたかわからなかったという。また次のような話もある。中兵衛が家の中にいて、出格しからひょっと外を見ると、門前の川にまさに幼児が落ちようとしている。 出口に回るゆとりはない。そこで中兵衛はとっさに出格子から抜け出して外に走り幼児を助けたが中兵衛が抜け出したあとはわずかに甲子骨一本が折れていただけだったこのことを読んで思い出した人物がいる明石ジエ門という庄内藩士のことである。 明石は庄内藩の市場を亀ヶ崎城に勤務する藩士だったが法暦の頃に藩の武術の達人梶原久三郎に坂巻流の柔術を学び後に江戸に出て渋川流柔術を習って両と共に免許を得やがて柔術の達人と言われた同じ庄内藩士の相良十代宇津綱正は後に 無変流の槍の名人と言われた人だが若い頃にこの明石に柔術を習ったというその相良の経験談にこういうことがある相良がある時明石に受け身ということを尋ねると明石は実地にやってみせた明石は柱に背をつけて座り喉に三尺ほどの菓子の棒を当て 柱の後ろから吉川澄江門というものに前から相良にその棒を握らせると力いっぱい首を締めつけるように言った前から相良が押しつけ後ろから吉川が足をふんばって棒を引いたので明石の首はみるみる骨なしの皮だけのように薄くなった明石はそんなふうになりながら前にいる相良の帯に手をかけて 良いか」と言った良いかと言われて相良と吉川はさらに力を入れたが明石が相良の帯にかけた手の力をてこにしてそのままぐっと喉を前に出すと喉の,の厚みは元のようになった何度やっても同じことだったまた明石が江戸に出てからの話にこういうのもある。 その頃相良は同僚4人を語らって「明石が眠っているところを襲って縛り上げてみよう」といういたずらを思いついた相良は同僚に「固めの要領を教えいくら柔らの上手でも相手は60年寄りだ」と励ましまず相良がヤグを引き剥いで明石をうつむけに固めた。 他の連中は両手両足をしっかりと押さえ一人は首に両手をかけて押さえた「先生逃げられたら逃げてみてください」と相良が言うと明石は「負けた負けた堪忍してくれ」と言ったところが相良が縛ろうとした時明石は不意にムクムクと尻を持ち上げたかと思うと 一瞬のうちに前方にでんぐり返しを打って立ち上がった押さえつけていた連中は力を外されてお互いに頭をぶつけ合ったりし痛い目にあったという同じ頃に同伴の安倍裁兵衛が相良と似たようないたずらを明石に仕掛けたことが伝えられている 安倍は本蔵院流の槍と新影流の剣の奥義に達し二十四の時イノシシを斬り殺している勇猛果敢な人物である安倍は同僚二人を語らって明石を江戸藩邸の長屋の二階に呼び雑談している間に不意に組みついたしかし明石は許せ謝ったと言いながら あちらにくぐりこちらに抜けうなぎのようにぬらりくらりとすり抜けるので三人はついに明石を捕まえることができなかった前の相良の話と同行異曲であるがあるいは両方ともあった話かもしれない明石が相良に向かって六七尺もの高さがあれば どんな風に落ちても怪我しないようになったと語った。相良が。それでは隙を見て笛に突き落としてもいいかというと。証は遠慮せずにやれという。ある日、相良は。証が二階のひさしにいて、何か欲しいものしているのを見つけた。忍び寄って声もかけず押すと。証の体はあっという間に外に落ちていった。 相良がさすがに心配になって階段を走り降りようとしたら下から何事もない様子で明石が登ってきたという話もあるこの明石ジエモンの話と孔子をくぐり抜けた梅沢忠兵衛の話には共通する雰囲気があるようだどちらもやや人間離れした対実の持ち主だったようである手詰めというのは 柔術と関わりあるもものかもしれない。梅沢忠兵衛弘道はこの手詰めの実は黒金森江に伝えたが一刀流の方は忠兵衛博忠と皇帝梅沢運平綱年に伝えた綱年の弟子で最も結出したのが吉田自在門秀信後の一務と神保作兵衛忠明である。 雲平綱利がどれほどの使い手だったのかはよくわからないが市の中兵衛博道と伊勢参りに行く途中盗賊の家に宿を借りた話が残っている盗賊の家とは知らずに泊まった2人はその夜襲ってきた多勢の盗賊を相手に瞬く間に4人を斬ったが2人ともに立ち音を立てなかったという。 熟練した居合技の持ち主だったのであろう自在門一夢とともに運平綱年門の拘束だった神保作兵衛は犯行工場官特学として反省にも参与した米沢藩の大樹神保乱室の父である一夢と功をつつけがたかったと言われる神保の件については作兵衛と親しかった馬場次郎兵衛の 別して心安かりしゆえその芸術を見たりしに何知らぬことながらただただ驚き入りたりという記述が残っているさて自在門一部に話が戻る法暦11年の11月14日一部はぬかの目のお役屋を出て米沢城下に戻る道を歩いていた 時刻は猿の刻午後4時を過ぎて辺りは薄暗くなりかけていた一夢は少し酔っていた当日はぬかの目のお役屋の門人の稽古納めで稽古が終わってから酒が出たのであるその日は朝から雨が降り凍るような寒気が平野を覆ったが一夢がお役屋を出る頃から雨は雪に変わっていた 雪は身の重をつけている一夢の体にさらさらと音を立てたそして歩いている間に道は白くなったこの分だと山はだいぶ降ったな一夢は朝出かけてくるときに熱い雨雲に隠れて姿を見せなかった山々を思い出していた山はそんなふうにして ある日雲が切れると不意に輝くばかりに白い冬の姿を見せるのであるそして長い冬が始まるのだった一夢は少し足を速めた手がけに「あまり遅くならずにお帰りなさいまし」といった妻女の言葉が頭に残っていたがそればかりではなかった雪が勢いよく降っている 雪は休みなく降り積もるとじきに田畑も道も一面に白く埋めてしまう通い慣れた道でも夜はそのために道を失うことがあるのだ小一里も来た頃一夢は足を止めた道を塞いで立っている者がいるそれは一夢が道を塞がれたと感じたほど大きな男だった 男は一体はから近寄ってきた。くなけ一瞬そう思ったほどだった一夢も五尺六寸を越す背丈があり決して人に劣る体ではないだが男はその一夢がさらに見上げるほど高かったのみならず幅がある。 この寒い雪の中に男は素合わせの着流しで素足に草履を突っかけているだけだった足元が雪に埋まっている男は手拭いで深く放かむりをしているので顔は見えなかった旦那男は一部を見下ろしていった「逆代よ少々恵んでくんねえ」あ「あこの男かと」 一無は思った。「いつごろからか米沢城下の金剛に大男が出没し道行く人に金を無心しているという噂を耳にしたことがある」「男は強引に金をねだり逆らった者は投げられて怪我をした」「素性は江戸から流れてきた相撲取りらしいという噂だった」 人間ならまあいいわと一夢は思っただが武士と見ても恐れる様子もなく前を塞いでいる大男はやはり不気味だった一夢は逆らわずに言ったよしよし一夢はなだめるように手を上げると男のそばをすり抜けたつかみかかってくるかと思ったが 男は無言で通した。だが一部の後からぴったりとくっついてくる辺りはすっかり暗くなってその底に雪に覆われた地面だけがぼんやり浮き上がっている人通りは耐えて街道を歩いているのは一部と大男と2人だけだった雪はまだ降り続いていた 男が後ろから言った「旦那酒代をくれるのかねくれないのかね」「よしよしやるとも」一夢はそう答えたが懐中一文なしだっただが金を持っていないと言えば男はつかみかかって刀なり何なり奪おうとするだろうその時、はい この大男をうまく切れるかどうか分からなかった一部は若い頃大力といわれている男が喧嘩したのを見たことがあるその男は相手が棒で打ちかかってきたのを素手で払いのけ相手の首筋と足に手をかけると一気に持ち上げてつかみ投げた動きは俊敏でしかも容赦のない力を振るった 刀を持っているからといって大力の男を軽視してはならないのだ切るなら男に余力を残さず一気に切り倒さなければならなかっただがそれには相手が大きすぎるようだった「いつくれるのかね旦那」しびれを切らしたように男がまた後ろから言った。 まさかだますんじゃあるめえなだましたりはせんもう少しついてこい一夢が言うと男は黙ったそれっきり口をきかずに黙々とついてくる二人は米沢城下にほど近い中田村を通り抜けた村を外れると川音が聞こえた松川である 一部が先に立って松川にかかる義付橋にかかったすると男がすごい声を出した「やい旦那くれねえつもりならこの橋から逆さまにしてほろき落とすぞ」男の気配が急に背に迫ったその時一夢は振り返りざまに男を斬った肩先から右脇腹まで存分に斬った手応えがあった ところが男はそのまま立っている一夢はいったん飛び下がった位置から用心深く近寄ると刀を返してつか先で男の胸をついたするとどっと血がほとばしると同時に男の体はパクリと二つに裂け橋の上に崩れ落ちたこの話が一夢は自慢だったらしい。 もっと年寄りになって藩主の上杉鷹山に呼び出されてば話しに上がった時もこの話をした美濃に当たる雪がさらさらと音を立てるのが聞こえてござるすなわち心気が静まったのでその時初めて切れると思い申した切った時の足の配りはこうその時には大男はここまで迫っていて と仕方話に熱が入り、一夢は手を振り口から唾を飛ばして喋るうちに前へ前へと膝を進めるので聞き手の鷹山の方が少しずつ後ろに下がったという話が残っている吉田治左門一夢が吉経橋で放浪の力士屏風島を切ってから十年たった。 明和8年一務は68になっている10年の間に藩にはいろいろなことが起こった法暦13年には「軍大書頭取」で事実上の執政として反政を切り回していた森平門が悪政を理由に千坂竹俣らの重臣に城中で刺殺されるという事件があったしかし藩の疲弊は 一人の森をのぞいたぐらいでは盛り返せず翌明和元年藩主上杉重貞は幕府に藩土返上の内位をうおうとしたが宴席の尾張藩主徳川宗勝にいめられて思いとどまるということがあった明和四年には正史春典後の鷹山が家督を継ぐ春典は 高辺藩主秋月種実の次男で10歳の時米沢藩主上杉重定の養子となり翌年生子に定められた家督を継いだのは若干17歳の時だったその年に春典は国つかみの春日社と白子神社に内耳を送って密かに生子を治めさせた。 白子神社に奉納した正門は次のようなものだった「連年国家推備し民人相なずみ遭よって大権相行い中孝をつかまつりたく祈願つかまつり候決断もしやいたるにおいてはたちまち神罰を被るべきものなり」「名は日野と井戸し 当「9月6日春徳敬泊」ここから春徳の生涯にわたる反省立て直しが始まるのであるが申請に対する国元の重臣たちの反発は激しく春徳と組んで改革に乗り出した奉行竹俣正綱は先には森平門敗撃で手を組んだ重臣たちに憎まれて苦境に立つ。 この新藩主による改革に対する重臣層の反発は後安永2年に城下を侵害させるしちけ騒動に発展するのである自在門一務がこの反省改革に奇妙な関わり方をする事件はそこまでいかない明和8年のことである一務がその時68だったことは前に述べてある。 その年も藩内は不穏だった。不穏な空気は晴典が家督を継ぎ領内に大建礼を国有した時から始まっていたのであるが明和八年にはその上にもう一つ藩に江戸の寿細い兵衆を招くらしいという噂が加わって藩内の空気は一層賢悪になっていた。藩主が帰国にせんだって兵衆を訪れ 米沢昌平を願って、銀数30枚、ちりめん30巻、ほかに酒肴、菓子など100両にあたる品々を送ったという話は、早速国元に伝わった。何のために江戸から寿者を呼ばねばならん、米沢にも人はおる。月光してそそうういうももい者者もた。その者は、 藩内の赤額といわれている片山一席藁な竜太くらの名を挙げた何も外から呼ぶことはないのだ聞くところによると兵舟の手当は腹方200件分の半地借り上げに当たるというぞ腹方というのは藩士反,反応の下級家臣団のことである待て金のことはこの際言うまい しかしよそ者を招いて驚愕を講じさせるというのは藩中に人がおらんと諸国に触れるようなものだな藩の恥辱だぞそうださように文次を返帳するのは越後以来の我が藩の武名を汚すものだこういう議論を一部は何ともない寄り集まりの席で耳にするようになった思想する者がいたかもしれない 廃撃の空気は米沢下校の日取りが決まり5月になってから特に険しくなったそんなななににのためにならら人間なら切ればよいある夜行った先でまたそういう議論が出て部屋の隅でつくねんと聞いた後一部は家へ戻る道すがらそう思ったあれだけ口から泡を吹いて議論しながら それではその男を俺が斬ろうというものが一人もいないことが一夢はいまいましかった指導も廃れたと思った近頃の若い者は貧にやつれて考えることは金のことばかり武士の魂までなくしてしまったらしいそれならわしが目を覚ましてやろうかと思った一夢には 細い兵衆が何者であるかはわからない学問の話には疎かったただ聞いた限りでは歓迎されない人物が米沢に来て何か下り顔にものを教えるつもりらしいわしが邪魔してやろうと思った洋介の師匠だというがこの際やむを得まい一夢はそのことだけが気になったが 決心は変えなかった陽介は兼有神保作兵衛の子で小さい時から頭がよく藩主のしな松博に指示したが作兵衛と一緒に江戸に行くと春典の,の命令で兵庄の亡命館に入門し今は塾頭を務めていた今度米沢に来る兵庄に従って一緒に帰国するという話を一夢は聞いていた 細井平衆は明和8年5月2日米沢に着いた藩ではこの日米沢城下から一里の羽黒堂まで使者を出し城下に迎えると豪商寺島吉郎右衛門の家を平衆の宿とした翌日途上すると藩では奉行竹俣正綱が葬式をとりその取り扱いは定調を極めた 平衆の講義は白子神社のそばにある馬場御殿で行われ5月22日になるとンでは平衆の住居をここに移し馬場御殿を昭王館と呼称を改めて平衆の講義書とした「自左衛門一夢が昭王館を襲ったのはそれから間もなくしてである深夜だった」 一夢は下調べしておいた侵入口から小王館に忍び込むと足音もなく奥に向かった兵州の今も調べてある建物の中は暗かったが一夢は長年の修練で読めがきく迷うことなく廊下を伝って居間に向かったやがて今の明かりが見えてきた一夢は廊下の角に立ってじっと様子を伺った 今に住み込みの門弟でも来ていると厄介だと思ったがその心配はなさそうだった今で一度軽い咳払いの音がしただけで建物の中は静まり返っている起きているのは兵衆一人で他の者は寝たと一務は判断した一務は静かに規則を整えると腰を落とし 刀の塚に手をかけた姿勢で滑るように廊下を走った一息に障子を開けて部屋に踊り込んだ一夢を机の前に座っていた人物が静かに振り向いたな長で送信の四十過ぎの男だった額が少し出ている何とも言えない静かな目で一夢を見たその目をじっと一夢に注いだまま 平はひざを一夢の方に向けたいやこれは一夢はへどもどっとつぶやいた激しくうろたえていた実にそのなんと申したものやらつぶやきながら一夢は刀を腰から外し右手に持ち帰るとひざをついたそして唐突に言った吉田次左門でござる。 吉田殿平衆はちょっと首をかしげた。何か御用でござったかのいや近頃半中にいささか穏やかならざる噂がござりましてな。さればそれがし見回りに参り申した。平衆の顔にだんだんに微笑が浮かんだ。それはご苦労でござりますな。と平衆は穏やかに言ったが。 その微笑は一夢をいても立ってもいられない気持ちにした「陽介の出来はいかがでござりますか先生」と一夢は言った「ああ神保陽介あれはいずれ大樹になります」それは頂上一夢は言ったがまた唐突に畳に額をすりつけると「ではごめんこうむりますぞ」と言った。 「暗い街の中を一夢はしばらく夢中で急いだそして一丁ほど行ってようやく足を緩めた気づくと全身にぐっしょりと冷や汗をかいていたあれはできる間違いなく達人じゃな」と一夢は心の中でつぶやいた。 一夢を迎えた平衆の目にはいささかも動じない平常心が現れていて一瞬にして一夢から殺気を奪ったようだったあそこで切りかけてもおそらくわしが負けたろうと一夢は思った一夢は闇の中に立ち止まって後ろを振り向いた背後からまだ平衆の静かな目に見られているような 軽い恐怖心に捉えられていた。 の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。